サザンドラたちを追ってまたウィッシュパークへやってきました。あ、ブースター。だ、ちょっとグレイシア、何すんの。それならしょうがない、今助けてやるから待ってて。あんなところにリグだ。リグ、いいな、リグだ。いたいた。ポーズ。またお会いしましたね。黄色いコレクターだったかしら。ロチルゼル、覚えてるよな。お前たちに力を貸せば俺たちをもっと強くしてくれるって約束だぜ。そうね、そのためにもこの子たちをここで倒すのを。強くなる。そんなことのためにあいつらはウィッシュパークの一味に手を貸しているんだ。ポカブー。サザンドラたちは強いけど、強くなるために努力するのは嫌いなんだ。なんだって、そんな奴らに負けるもんか。おのっ、サザンドラ頼んだわよ。待て、ここは俺が相手をするぜ。2匹がかりで子供に勝っても何の自慢にもならないからな。こいつらは甘く見ない方がいいぞ。一度負けたお前はそこで黙って見てるんだが、そういう感じ。時間制限がありそうだ。結構距離あったよね。たどり着けばいいんでしょ。倒さなくても大丈夫だな。勝手にどっか行った。よくここまでたどり着いたな。だが、俺はサザンドラのようにはいかないぞ。ドーク。隙が多いな。これでおしまい。オーケー。お前たちの強さは何なんだ。おい、ロチルゼル、今すぐ俺たちをパワーアップしろ。ポーズ。残念だけど、あなたたちはウィッシュパークの力ですでに強くなってるわ。それでもあの子たちにかなわなかったということね。なんだと。ならばビクティニの力だ。
ビクテニの祝福で俺たちを強くしろ。そんなことをしたって意味がないわ。あなたたちには見込みがないから、ビクテニの力は我がマスターに捧げることにするわ。約束が違うぞ。ビクテニを連れてくればその力を俺たちにもあげると言ったはずだ。どうやらゴジルゼルに乗せられたみたいだな。こうなったら力づくでいくぞ。あいつに俺たちの怖さを思い知らせてやる。ダークライだったか。お前がウィッシュパークの親玉だな。ポケモンたちを連れ去るのをやめろ。威勢がいいな。お前たちから強い意志の力を感じる。どうだお前たち、我々の仲間に入られるか。怪しい勧誘間に合ってます。そりゃ合いませんよ。やっとアトラクションか。ポーゼ、ポーゼ来たわね。ミッシュベルを鳴らしたければ私のアトラクションをクリアしてごらんなさい。ポカブー、ビクティニはどこ。ビクティニを返してよ。ああそうだったわね。アトラクションをクリアしてミッシュベルを鳴らすことができたらお友達も返してあげるわ。考えるまでもないわね。さあアトラクションを始めましょう。リズムゲーかな。ユキピカチュウ、めちゃくちゃ広い。どうだ？クリアか？アトラクションクリア。
本当にクリアしちゃったのね。あら、何を見習えてるのかしら。私がデスカーンやシャンデラのような見苦しい真似をするとでも。私、約束は守るの。ミッシュベルを鳴らしたいのなら青ずきにしなさい。あっさりと。目はいいやつなのかもしれないな。鳴らしましょう。元に戻った。ピクティも帰ってきた。ビクティニ、無事でよかった。ビニー、うん、ポカブたちも。みんな、来てくれてありがとう。また来た。ポッチャマ、あ、ポッチャマが。そんな、まさかポッチャマが。ねえ、あの子って。ピカチュウの仲良しだよ。一匹でウィッシュパークを探っていたんだ。そうなのか。ねえ、元気を出して。みんなであの子を探そうよ。そうだね。ポケパークのどこかに他の張り紙扉があるかもしれない。一度ロックエリアに戻って遠藤さんに報告しよう。さあ、ビクティにも一緒に帰ろう。ロックエリアのみんなを助けれたけど、今度はポッチャマが捕まってしまいました。とりあえず報告に戻りたいと思いますが、今回はここまで。次回に続く。